から歩くんですよ。あ、ここから歩く。ね。で、待っててくださいね。はい。いつやな。おそしていいね。でも車用意してどっかに落としてるんじゃないかって。早く取ってけろ。ほら、腹膨らますの大変なんだから。息止めてんだから。息止めてね。息止めてね。珍しいよね、山で腹と入れるのは。40分出てきたんだから30分40分40分だから、うん、あ40分朝の1本42分1分出てきたんだからさ今12分だものよ23お消えた消えたなんて一瞬だね、うん、あれでちょっとでもさパラパラってきてるけど虹だったのにねあの雪で滑るのよ。残ってるところに滑るの。あ、この左よりも残ってるんだよね。うん。あそこでしょ、伊藤新道って。あれが伊藤新道だから。うん、もう、あれが伊藤新道って言うんだ。
ずっと先のさ、雲かかって黒くなってるあたりが、大岩って、かぶり岩って岩があるあたりだよ。あの下が、俺たちの明日の仕事場。ああ、ここ死ぬ方がいい、逆に自然の石が風が吹かってる、うん、頑張りましょうと、はい、ということです。で下は中入りにしますから、木だけが30センチやったら15センチぐらい上から切るという感じでいいです。15センチ残すの下、半分ぐらいね、半分ぐらいから、うん、あとこんな板はこういうハイマスなんだけども、ハイマスはこっから来てください。こっから、こういうとこから、こういうとこから、でこっから切ってダメなんですよ。あ、真ん中ね。これはダメ。うん、これ枯れんの。あとここはいいんですね。これ枯れちゃうからね。うん、これでこっから切る。ね、根元ここもいいですね。ここもいいです。ここもいいです。あ、そう、うん、どこの根、どこで受けるけども、どこの板でもいいから。中間はダメだってこと。中間はダメ。はい。
で、それで来てください。松戸はね、あの地域種類みんな違うんですよ、うんうん、だから全部同じじゃないのね。でも基本的にはこういうふうに節から切っておけば後は枯れない、うん、ここの節にこの節の根っこにはあの木の樹液が溜まってんのね、うん、切るとここから樹液が出てきてここをかぶせて保護されるの、腐れを、雑菌を防ぐの、うん、あ、ここからね、細菌とか雑菌とか、うん、方はここから先やっていくの。あ、ここから先ずっとなりますので、うん、あの枯れ人は枯れ人だけでいくから、うん、あと適当に赤間さんあの、うん、こうかぶさっていったことか、うん、このまず邪魔だとかってだけこう切ってもらって、あのこれ何色とかなのかって、で女性軍の人は買ったやつをこっちが先の何色と、何が何色と、あと部分的に道路であのあここちょっと削った方がいいななんて思ったところをやっていただければいいと。とりあえずいいですから。それであと怪我だけしないようにだけ。そうですね。釜の先にはいかない。釜の先には出ない。釜先頭です。釜先頭で。釜って聞いて。小泉さん。実際はさ、はい、我々はこのところあの借り残ししていきますから、そこお願いします。あー隠れた、あー煙隠れた、あんたのワンレキで来てどっちなんだよ。ワンレキでこの人うまいね。あどれ、右の俺、うん。あとあのまま、ここはそこ行けばいいんだ。Thank you.
Thank you.